どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで今回ですね、1分以内に彼女を作らないと死ぬゲームというのをやっていきたいと思います。主人公の名前入力してください。かける以外の名前ってかける？本当にすいませんでした。かけるけけけけ、最悪や、変な名前なって思った。もうえっかこれで。ごく一部のに若干のホラー的要素が含まれます。あ、そうなんだ。演出見ないように設定しますか？いや全然見ます。はい、大丈夫なんで。舐めてるけど大丈夫かな。目覚めるのです。まだ1分は始まってないのか。目覚めるのです。かけるけけ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 、なんか悪いやつみたいになってる。俺の名前のせいで、俺の名前のせいでめちゃくちゃ悪いこと企んでるやつみたいになってる。伝わる人少ないかもしれんけど、ポケモン不思議のダンジョンに出てくるゲンガーみたいな喋り方なってる俺のせいで。最悪や、ごめんな。かけるけけけけけけ。起きたのかな。夢の中とかなのかなこれ。しかもなんかちょうどポケモン不思議のダンジョンでもさ、夢の中でさ、サーナイトに喋りかけられるみたいあるんやけどさ、なんか見た目も相まってなんか似てるな、ちょっと不思議のダンジョンに。もしかしてオマージュ？誰？女神。まあ、だろうな。女神みたいな見た目してるもん。私は女神。この世界を滑る美しくて偉い神様です。自分で言うな、美しくては。はあ、引いてるな。かけるかけるけけけけけけけ、突然ですが女神様、絶対悪い人やん。あなたに世界を救ってほしいのです。突然すぎるな。世界を、なんで僕が。まあ、そりゃそうなるよね。あなたは選ばれし者なのです。あなたでなくては世界を救えない。選ばれし者。まあなんかここまではね、よくある RPG とかで、まあお前勇者、選ばれし勇者やから世界救ってくれみたいな、まあ、よくあるからさ、ここまではまあまあ普通の RPG っぽいというかね。うん、わかりました。僕にできることなら何でも言ってください。飲み込みが早い。かけるけけけけけけけ。さすがは選ばれし者、そう言ってくれると思っていました。それで僕は具体的に何をすれば。出た。1分以内に彼女を作ってください。え？多分やけど1年あっても無理な人は無理よ。まあ俺も含め。そこ1分ってどういうこと。1分以内に彼女ができなければ爆発して死にます。とんでもねえな。なんか悪いこと考えてるんじゃない。俺の名前のせいでとか言ってたけど、普通に悪いやつやで俺からしたら。もうでかくなってるもんな文字も。では頼みましたよ。いや詳細ないんかい。いきなり始まる？なんかタイム出てる。ちょっと待って待って待って。本当にこれ、この画面でも死ぬ可能性ある？1分だね。まさかないよね。だからさ、俺結構さ読むの遅いタイプやからさ、普通にまあゆっくり読んでいくよ。夢か。まあ夢見てたんやな。変な夢だったな。彼女ができなければ爆発するなんて。ん？触れるなよ、触れるなよ。ずっと動いてんねん。お前のセリフを読む前からずっと動いてて、もうあと20秒しかない。なにこれ。おいおい、冗談つうの、すいません。もう焦りすぎて噛んでる。本当に彼女ができないもんだ。もう呼んでる暇ないもんな。かけるけけけけけけけ、女神がドアから入ってきた。もう女神様でええやん。マジでこれ何ですか？マジで僕死んじゃうやつなんですか？マジで死にます。くそったれー！ベジータみたいになっとる。まあまあ落ち着いて、新たにいいものあげましょう。おー、カウント元に戻った。ナイスナイス。これは命の砂時計。これを使えばカウントをリセットできます。ありがとう。え？ってことは何回でもね、あれやん。ひっくり返せばいいってことやんね。それさえあれば死ぬことはないんですね。残念ながらこれは消耗品ですので、時間を戻すには別のものを探す必要。ふざけんな！なるほどね。この命の砂時計っていうのを至るところで見つけて、まあ、1分しか生き延びれないルールの中で、こう、その1分、もう最悪噛んでもたから、もう時間ないわ。死にたくなければ必死に来い、必死こいて探してください。もう適当なってるやん、女神様も。ちくしょう、僕が何したって言うんだ。これはせめてものを、なんだね、有効に活用してください。もう漢字読めへんけど、読み仮名調べへんよ、読めへん。時間ないから。命の砂時計1個ありがとう。さあ、どうする？家から出る女神と話す。
旦使おうか。うん、オッケー、1分なって、いや、女神と話そう。はい、こんなところで油を打っていていいのですか。私と一緒にいたい気持ちは分かりますが、告白するあるな。これ一旦告白してみる。まあ、絶対無理やと思うけど、万が一ね、今んとこね、目開いてないよ、この女神さんも。みんな気づいた？あ、もしかしたら俺のことめちゃくちゃ好きで、直視できひんですみたいな可能性もないことはないからね。はい、じゃあ告白しまーす。ポチ、僕と付き合ってくださーい。ほう、恐れ多くもこの私に。第一印象から決めてました、お願いします。もう目が怖いもんな、多分ミスったな俺な。お断りします。身の程をわきまえてください。マジか。できひんか。そりゃそうか。もう時間ないね、みんなね。終わったね。ワンチャンさ、なんか、ある条件満たしたらこの女神様付き合ってくれそうだよねー。あれ？いやいや。ゼロなったら死ぬんかなと思って、爆発するかなと思って、それに合わせて、最後、言葉詰め込んだのに死なへんやん。どういうこと？セーブするとかあるか、ま、セーブしてみる？え？全然生きてるけど。もう一回話しかけてみよう。まだ何か？時間切れ？ゲームオーバー！ヤムチャや！ヤムチャやねんって。栽培マンに自爆された時のヤムチャ。なるほどね。あ、本当に死んじゃったね。え？これコンティニューこっからやったら、うわ、進むな進むな。そうやんな、だって時間切れやもんな。オッケーオッケー、なるほどね。まあまあ容量つかめたから、ちょっと何回かやっていきたいね。かけるでええか、もうめんどくさいから。はい、これ進める。こっからなんや、しかもめんどくさ。ちょっと待って、もうここもじゃあ読まなくていいやんか。ここを読まなくてよくて、いや絶対この女神様な、なんかある条件満たしたら付き合える気するんよな。よくあるやんそういう展開、最初は無理やったけどみたいな。はい、でこっからスタートね。でもこれ時間進むからもうね、読まない読まない、もう連打連打連打、まずここ連打で一旦セーブまで行きたいよね。セーブまで行きたい、もう最速で、もう右手壊れるんかぐらい。あ、ここで元戻るんか。もうなんか、あれやな、無駄に急がされたな。で、とりあえずセーブしよう、セーブ。もうこれ、位置消しちゃって。で、これ一回話してみる？あ、で、命乞いする、そうそう、これ。お願いします、助けてください。無様ですね。そのように泣きわめいたところで何も変わりませんよ。だって、生まれてこの方彼女なんてできたことないし、一分以内に彼女なんて無理ですよ。はぁ、かける。あなたのような恥も聞かない、どうしようもない人間初めて見ました。言いすぎやろ。しかし、お、何？命乞い見事でした。女神ポイント1、何？女神ポイントだってみんな。これやっぱあるでしょ、付き合える世界線。もう話しかけられるか。どうしようかな。一旦使おう、命乞い、命乞いじゃない、命の砂使って、で家から、いや窓突き破るかな。窓突き破る先やってみよう。パリン、音結構うるさ、かっこいいな。ちょっと時間が惜しい、ショートカットだ。結構男らしいな、その男らしさだったら付き合えるぞ。時間がない、誰？あ、すぐかけられ、一緒に学校行こうぞ。お前の相手なんかしてられへんけど、まあでも逆に男と付き合ったらあかんと言われてないしな、別にな。こいつは春だけん、中学からの付き合いの、いわゆる、あれようだ、悪いやつね。はい、いいやつなんだけど、話投げんだよな、こいつ。なるほどね。適当にあしらう、殴り飛ばす、結構いっぱいあるな。なんか、砂時計くれる可能性あるから、まずあたり見渡して落ちてないか確認。ここには何もないか。の、殴り飛ばす、邪魔だー。やばいやばい、あと10秒しかないよね。かけるくん、何？イラスト屋の女の子、僕と付き合ってください。何？どういうこと、どういうこと、いける？いけるん、これ。あ、かわいい子、目が見、待って待って、時間ない時間ない、もう最悪。あ、この選択肢の時は大丈夫なんか、ゼロになっても多分これ終わりよね。あ、これ先生やったよ、しかも。なるほどなるほど。このさ、全ルート回、待って、ニューゲームしちゃった。ちょっとさ、全ルート回収したくなっちゃう癖あるけど、普通に一回家出たらどうなるかね。とりあえず学校行こう。学校の女子を片っ端から取れば可能性は、まあ、ないことないね、確かに。あ、でも全然また背景違うね。急がないと時間がないぞ。あ、幼馴染の子やん。ええやん。この子にしよう、この子にしよう。幼い馴染、はいはい、幼馴染ね。家まで起こしに来るし、絶対に僕のこと好きだろ。告白しまーす。馴染に、僕と付き合ってください。めちゃくちゃなのは分かってる。でも僕を救えるの馴染みしかいないんだ。いえよ。いけた。あれ？いけた。なんか、それはそれでムカついてきたな。普通可愛いしな、この子な。
かけるからそう言ってくれるの。私ずっと待ってた。なじみ。じゃあはいこれ。あれ？あれあれあれ？え、なにこれ？なにって婚姻届だよ。うん。初めて付き合った人と結婚したいタイプの女の子？うん。なんで持ってんの？いつあなたに迫られていいように、ハラミ話さず持っていたらちょっとヤバいタイプの女の子やったか。なるほどね。まあ、簡単に付き合える子もいるけど、まあ、ちょっと主人公の理想の女の子を探していくみたいな感じのゲームだから、もしかしたら一旦馴染みとは付き合えるけど、ちょっと怖いよね。なんか刺されたりしそう、いつか。でも僕らまだ高校生だよ。結婚なんで気が早いよ。大丈夫大丈夫、とりあえずこの紙に名前と印鑑もらうだけだから。怖い、なじみ。まあそれならいいけど。こうして僕は一命を取り留めた。なんか取り返しのつかないことをしちゃった気がするけど、背に腹は変えられないよね。生きてるって最高。もう考えることやめたな。エンド1、もう逃げられない。いやまあでも、まあ怖いけど、あの普通に可愛いよね。全然いいやん、あんな可愛い女の子と付き合えて。ちょっとどうしよう。じゃあ家から出るしちゃダメなのね。でこれ多分正解ルートは窓突き破るやんか。で、あの話聞く世界線見てみようか。もしかしたら、あ、この適当にあしらう方ね。急いでてつってね、聞いてくれよゲームの話。ゲームフリーム、あ、このゲームのサイトですね、無料配信されてて。もう、あー、殴るんかい結局。でここでイラスト屋の女の子になんか告白して惹かれて、学校の先生ね、美人だけど怖いんだよな、告白してみるか。あ、待って、一回使おう。ここ一旦まず、あ、ここみんなあれだ、休憩ポイントね。オッケーオッケー、ちょっとみんな落ち着こう。一旦これ休憩ポイント。まずここで絶対砂時計はどっちみち使うことになると思うから、セーブします。まずね、一応2ね。でこっからよ。まず確定で1個使った後に、あたり見渡して、その後告白するか。まあ多分絶対失敗すると思うから、多分絶対使いまして、あたり見渡してないか確認。ないんや。で僕と付き合ってください。教師をからかって楽しいの、本気です。付き合ってくれなきゃ死にますよ。落ち着きなさい、かけるくん。悩みがあるなら後で聞くから。やばいやつだと思われたか。何しよう、これ以上押しても無駄みたいだな。あ、ダメなんだやっぱ。ちょ、かけるくん、僕は他のターゲット探しに校舎に向かって。最低やな、ワンチャンあったかもしれんのに。てか中入っちゃったね。ダメだ、ことごとくの女子から変な目で見られてしまった。まあでも死ぬからね、命かかってるからね。みちる、おはよう。みちる、あ、出たギャル、ウィッス。カースト上位に、まあ陽キャのギャルね。そういえばモテない男たちの間でクロスは男に、あ、やめなさい、そんな言葉使うの。まあワンチャンいける可能性あるから、ちょっと一旦告白してみるわ。あんた誰？僕は隣のクラスのかける。ちょっとお願いしたことがあるんだ。何をお願いって。付き合ってください。は、急に何言ってんのやん。あ、待って、あ時間が来ました。さあやってまいりました。とりあえず、使った後に周り見渡しもいないから、適当にごまかせやってみようか。何もないですよ、綺麗ですね、言って、ちょっと怪しまれて、先生と結婚できる人は幸せなんだろうな。なら僕は立候補者かな。何これ、ワンチャンある、ワンチャンある、結婚ね。何、何もないわ。え、ワンチャンあるくらい、これ先生。黒髪。可愛い系先生。で、ここで、ギャルね、ギャルね。青目のギャルに告白してみます。はい。そしたら、何言ってんのやんた。ちょっとね、照れてんのよね。思ってたのと違うな。お願いだよ、人助けだと思って。一人や二人、これ絶対言ったあかんね。男の一人や二人と付き合いぐらい、汗見して、これ絶対言ったあかんね。意外と言って、なんか、キャシャ？シャイ？ちょっと言葉出てこへんけど、もう時間ないからいいや。あれ、そんな安い女じゃないから、つって、一回だけでいいから絶対言ったあかんね。死ねって言われちゃった。うん、黒瀬みちるは、来るもの拒まずな、腐ってじゃなかったのか。最低だな、お前。死んだ方がいいで、ほんまに。やばい、時間だーい。まずあたり見渡そう。なんかある？あ、色白そう。あったあったあった、ナイス。これセーブしとこう。セーブして、他を当たるって言い方ありやけど、当たるか。なんか清楚系がいいみたいな書いてたな、今。ゴミを見るような目で僕を見やがって。まあ、確かにね。お、女神来た。苦戦してるようですね、かける。女神！おやおや、感情に身を任せていきません。その調子で一生感情できませんよ。犬になるって何？ちょっと待って。
旦告白してみる？ここで。まあ無理よな。あ、次行っちゃったって。また来た。こいつとは絶対に、あかんやつね。あたり見渡そう。一旦ちょっと行けるとこも、おお、なんとかめっちゃゲットしてる。ちょっと行けるとこまで行くか。使いまくって。事情を話して去ろう。うん、こういうことがありまして、つって。私じゃ、なんで私じゃないの？私だったら喜んで崖の彼女になるのに。どうして私を避けて他の女に告白するの？どうしてんねん、どうして？うわー、命の危険を感じ、僕はたまらず逃げ出した。そういうとこがもう見えてたから、やめたいよ、お前に告白するのは。馴染みと付き合えば問題解決するかもしれないけど、それ以上の危険であると僕の第六感が叫んでいた。先生来た。ホームルーム始まる時間。まず行ったあたり見渡しまーす。なさそうやな、この。あるー！ナイス！ちょっと待ってよ。どうしようかな。多分まだ無理やけど告白してみるか、一旦。付き合ってください！あんまりふざけてるようだと生徒が、ごめんなさい、ちょっと時間ないです。やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、またこいつ来た、ギャル早く、ちょっと待って、使わせて使わせて、あー来た来た来た、使って話も全然見てないからね、あたり見渡してないか、男らしさをアピールする、ちょっとやってみるか、まさかで突っ込んでも無駄だ、クロスさんに男らしさをアピールしてみよう、クロスさん、おー急にいやキモってか、抹茶ネタで喜ぶの初回戦までだから、ダメ出されてしまった、終わった、体育倉庫に来またこいつこんなとこにいたんだ。先生たちがカケルを探してたよ。で、もう覚悟決まった？私の彼氏になる、なりません、ごめんなさい、どうしよう、殺されそうやけど。踊り狂うって何これ、踊り狂ってみる、パワー、あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、ほれほれ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、ほれほれ、よいしょ、よしよし、聞いてる、馴染みに取り付いていた、あ、く、ナイフ持ってるんですけど、ほんで。何この展開、しかも、じゃ、どういうことどういうこと、なんか、メンヘラの、ヤバメンヘラみたいな、お化けが取り付いてたってこと、それを俺今、なんか、何、踊り狂ったことで、払ったってこと、しかもなんか、神社にまつわるみたいな、一瞬文字見えたから、そういう効果あるのかもね、ほんとに。これで変な思い込みはなかったはずだよ、つって。よくわからないけど、あなたに迷惑かけちゃったみたいだね。ごめんなさい。うん、いいんだ。じゃあ僕急ぐから、また、ナイフ大丈夫それ。かけるが好きだってことは、本当の気持ちなんだけどな。まあでも、これも悪霊払えたんなら、ねえ、ノーマルなじみちゃんと、付き合ってええんちゃう、これ、どう、今の感じいけそうだよね、もしかしたらね。なんか時間回復してるし。かけるくん、先生、学校中の教師があなたを探してるのよ。女子生徒に手当たり次第声をかけて告白してるって本当なの？改めて自分にすると僕のやってること聞こすぎるな。まあ、命かかってるからね。一旦これさ、この辺にセーブしとくわ。まず辺り見渡しまして、あった、ナイス。なんかめっちゃサクサクいってるね。告白多分無理やが、事情話そう。こういうことで、嘘みたいだけ本当なんです。行きなさい。何？私は誰もいなかった。そういうことかっこいいな。私置いて先に行きなさい系のタイプだった先生。屋上しかない。また来たか。ダメだよ、授業に出なくちゃ。あんたが言うな。これ一旦落ち着くか。みんな、おいおい、えぐいのあるな。金で解決するって、ちょっとどうしようかな。まあ一旦使いまして、あたり見渡しまして、ないか。金で解決も、ちょ、待って、これめっちゃセーブ増えるな。一旦金で解決。いくらだ？いくら払えば俺の女になる？落ちるとこまで落ちたな！この手の女は雪町平塚すれば落ちるって、ちな漫画に書いてたんだ。僕は詳しいんだ。やべ、70円しか残ってね。よくいけると思ったな。どうすか？いくら積まれようが無理だよ！死ね、囚人名呼んでが。不名誉すぎる。屋上来たな。女神、また来た。なぜここに彼女できましたか？それはあなたが一番よくしてるんじゃないですか？意地悪に質問でいっちゃねえ。何？少し時を止めましょうか。これでゆっくり話せるでしょう。ありがとうございます。もう、リスナーも俺も、もうね、あんまり頭に入ってきてないもん、内容。急ぎすぎて。やっとなんか、神っぽいことしたな。間違いない。して、先ほどの質問の答えですが、かける。すべてはあなたのためなのですよ。どういうことですか？
未来を予知できる私が断言しますが、あなたはこのままでは一生彼女ができません。そんなことないもん。別にちょっと危ない子やったけど、馴染みとは付き合えるもん、本気出せば。嘘だ。めちゃくちゃダメージ食らってるかける。このままではあなたの血が途絶えてしまう。だから仕方なく反応をかけたのですよ。女神様、難しい言葉使うな。それが本当だとしてもあなたには関係ないじゃないですか。いやいや、だって困るじゃないですか、私を。ああ、やっぱこの主人公なんか神社の後継ぎみたいな、なんか関係あるんか。悪霊を払った、さっき悪霊払ってたけど、あれはやっぱ関係あったんだ、ちゃんと。え、うちで祀ってる神様って女神様だったんですか。町内、あ、幼馴染を払う時も助けてあげたでしょ。おかげでカウントができませんでしたよ。あー、だからあの時時間止まってたんか。なんか右上にタイマーないなと思ってたよね。あ、あれって仕様だったんだ。でもそういうことなら、なぜ僕が死ぬようなリスクを。ここまでやっても彼女ができない雑魚遺伝子なら別に途絶えてもいいかなって言いすぎやろお前。てめえ。まあここまで来てしまったということはもう望みはありませんがね。あれ、積んでる、もしかして。そんな。さあかける、最後の時です。何か言い残、噛んじゃった、ごめんなさい。女神様、何か言い残すことはありませんか。さてどうしよう。女神に告白する、むせびなく、プレイヤーの皆様へ一言。何、ちょ一旦セーブするか。え。順番に見てみる。一番可能性なさそうな女神さんの告白してみます。僕と付き合ってください。自分たちが祀ってる神様に対して、その神様が心配して試練を与えてきてるのに、その神様に告白しちゃう、このかけるくん。そういうことだったのですね。ん、どういうこと。あなたは彼女が作れなかったのではなく、作らなかった。マジ？ワンチャンあるのこれ。なぜなら、私が美しすぎるから。自己肯定感バカ高いタイプの神様。は？ですがダメですよ、カケル。女神はみんなの女神様なのです。よって、あなたの彼女になることはありえません。やっぱ無理なんか。ということは、つまり？爆殺腐ったれチーン、やめて。むせびなくやってみます。ぶあー、もしかしたら誰か助けに来てくれるかもしれんしな。先生とかがどうしたのかけるくんつって、私でよかったら付き合ってあげるよみたいな。なんかしかも清楚系がいいとか言ってたから、別にお前のその髪色とか派手やから俺 もともとタイプちゃうし。おや。死にたくないよ。そう無様に泣かれてしまっては、女神としては救いの手を差し伸べたくなりますが、女神ポイントが足りません。出直してください。出た、女神ポイント。なんか最初言ってたよね。だちょくちょく女神様出てくるから、その時の選択肢次第によっては女神ポイントが貯めることができて、その女神ポイントが貯まった世界線やったらここで何とかしてくれるってこと。救いの手、それがもしかしたら一番のトゥルーエンドなのかもしれんな。気になってきたな。チェックシャー、オッケーオッケー。ちょっとずつ見えてきたね。いや、そうでもないけど。プレイヤーの皆様に一言でしょ、これ何？え、いいんですか？そんなめたいこと言って、ゲームの世界線が、世界観が壊れちゃいますよ。かける？そもそもこのゲームが世界観を語ること自体が、おこがましいと思いませんか？まあまあ確かにね。もう、いっぱいさ、作ってくれてる分さ、読みたいけどさ、もう時間がないから読めへんから、世界観に入り込めへんのよね、あんまりね。それは確かに。ここまで遊んでくれた皆さん、このゲームは楽しんでもらえたかな？あー、これ最後に読んだ方がいい？あ、エンディングこれを含めて合計7種結構あるんやね。あー、頑張れば私も攻略でき、やっぱりね。ちょっとネタバレ食らっちゃったけど先に。おっと、俺が主人公のゲーム、ドラゴントレスターもよかったら遊んでくれよな。あ、ガチであるんかな？じゃあ最後に一丁、やっときますか。おいおい、足だけ引っ張ってくれるなよ。抜けせい。
私は避難しますね。それじゃあせーの、爆殺ってこと？なるほどね、遊び心がすごいな。え、じゃあどうしよう、どっからやる？ここからはいいよね、確かね。あ、ここはあんま関係ないわ。あ、ちょちょ、おい、なしなしなしね。これは、他当たります。一旦他当たる。ここでね、女神が出てくるよね。で、ここで女神ポイントを集める世界線行きたいね。犬になるかな、多分。この感じやと。あ、一旦あたり見渡して、あ、なんもないか。犬になります。おや？命だけは助けてほしいわ。人間としての尊厳ないのですか？でもこれポイントはもらえる。あ、来た来た来た、ポイント。でここだよね。拒絶したらどうなる？どうして、どうしてそんなことを言うの？カケルのことを一番よく知ってるのは私だよ。私だけがカケルを幸せにしてあげるんだよ。それが怖いんだってば。はっきり言って今の馴染み異常だよ。わかっちゃった。馴染み？そっか。全部あなたのせいだったんだ。あなたがカケルにひどいこと言わせ、なになになに、え、なに、え、あなた、え、なに、え、え、え、僕は僕、え、うん、違うの。カケルに言ってるんじゃなくて、あなたに言ってるんだよな、怖すぎー。俺、あ、操作してる俺。やれるもんでやってみる。見つけた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 、最悪。やれるもんだやってみるやとか言っちゃったし、勢いで。いや、おもろ、なるほどね。そういう、ホラー展開やったんや。じゃあ、これ使って、受け入れたら、エンド変わるかだけ見たいね。え、待って。え、かわいいやん。やっと一つ慣れた。僕も嬉しいよ、本当に。かける。これナイフはずっ、ナイフ、なんだ、ちょっと刺さってね。うん。これからもずっとずっと死ぬまで一緒にいようね。うん。こうして僕は命を一命取り留めた。んー、ちょっと包丁が刺さってるのが気になるけど。ちょくちょいな馴染みだしや。まあ、何やともあれ生きてるって最高！あ、エンド一応変わったね。2、死ぬまで離さない。一応やっぱタイミングでって変わるんや、馴染み。オッケーオッケー。じゃあ、これ使って、で踊り狂います。はい、これでですね、悪霊を退散して、この状態で馴染みに告白したいけどね。オッケー。先生、まず当たり見渡して、ここありそうな気する。ナイス、あった。でここで一旦セーブしとくか。ねーっと、一旦告白してみる。先生、かけるくん、あなたのことは信じてみたかったけど、今の言動を見るに噂は、あー、やっぱダメなのか。生徒指導室、そのままエンディング迎えちゃう。事情話す、事情話します。でここで通してくれて、でここでな、ギャルなんだよね。金で解決絶対ダメやろ。一旦ちょっと探してないか。告白してみます。これ悪いけど無理だから。なんで？いや、普通そうでしょ。あんたと話したの今日初めてだし。もっと段階とか踏むべきじゃん。そんなので付き合うとかただのエッチじゃん、本当に。そうだよね、ごめん。え、LINE 交換？クロさん、ごめん。え、あれ？LINE 交換あったのに、ワンチャンあったのに。で、ちなみに、どう？ポイント、今2ポイントですけども。これ、泣きじゃくったらいけるんちゃうん、これ。どう？はい。今ね、ポイント、女神ポイント2ある状態で、女神ポイントってなんやねん、まず。うん。それはさておき。この状態で、むせびなくやります。ビヤーンつって、総武様に流れてしまっては、女神としての救いの手を差し伸べたくなりますが、足りないんだ！まだ無理らしいわ。今から、誰にも逆に告白しないルート行ってみるわ。なんかちょっと変わるかもしれんくない？待ってよーって言われたけど。お、あー、一緒か、これ。殴り飛ばして、殴り飛ばして。ちょっと1、あ、これ、あー、ここで告白しちゃうのか、どうせ。まあ、これはしゃあないとして。あたり見渡す。あ、ここなんもないのか。適当にごまかして、いきます。ちょっとやばいやばいやばい、時間ない、あと10、17秒。ここで一旦どうしようかな、使うか。一旦あたり見渡して、
あった、ナイス。2個あるか、ちょっと一旦使いまして、で、他当たります。はい。誰にも告らない世界線。なんかもしかしたら変わるかもしれないですね、これね。犬になる。これでなんかポイントもらえるやろ？もらえて、なじみにちゃんにも、あ、ここ1個あるよね。なんかだんだん覚えてきた。で、事情を話して去ります。はい、ごめんね、つって。なじみちゃん可愛いんだけどね。はい、で、先生もスルーします。一応見渡してみるか。ここはない。あ、あるんやな。めっちゃ もらってるよ。うん。一個使っちゃうか。ちょ、怖いからね。で、気をそらす。え、何？え、何？今日は？昨日？5年付き合ってた赤の彼に振られた？他に好きな人ができたからって。でも仕方ないと思ってるわ。仕事ばかりで、ね、愛想のないアラサー女なんで捨てられて当然。ワンチャンあるぞ！思ったより重い話だった。親にも紹介してて期待させてたのに、なんて説明すればいいのかしら。待てよ。これワンチャンあるんじゃないかみたいになってるこれね。ひどい話だな。僕が先生の彼氏なら絶対そんなことしないのに。わかりやすいな、かける。え、失礼ですけど見る目のない元彼さんですね。僕は先生が本当は優しくて頑張り屋さんなの知ってますから。かけるくん、なんなら僕をご両親に紹介してくれてもいいですよ。結婚前提の付き合いしてる彼氏として。バカ言わないの。ちょっと待って、時間ないな。元気出たわっつって言ってるね。これでもいいね。好感度めっちゃ上がってると思うわ。やばいやばいやばい、時間ない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 よ、時間ないよ、時間ないよ。あぶねえ。これ一旦ちょっとセーブしとくか。もうセーブしすぎてわけわからんけどね。まず使って、ここ何もなかったっけ？ないか。男らしさアピールやんね。もうね、誰にも告白しない。あ、逆にね、あえて。で、かけるじゃないわ、なじみちゃんに、踊り狂います。はい。これちょっと読みたいね。決して気が触れたのではない。神社の家系である我が家に代々伝わる。この踊りは神に祈りを捧げることで対象者の邪気を払うことができる。今のなじみは普通ではない。よくわからないけど、多分悪霊的な、あー、やっぱそうだね。このおかげで、悪霊が取れて、音がちょっと怖い。うん、いいんだ。じゃあ僕急ぐからつって、好きなのは本当なんだけどな。で、ここで、ちょっと待って。ここで告白したらどうなる？ワンチャンある。僕ら付き合ってください。は？私は真面目に聞いてるのよ。え、なんか違くない？しかも時間も止まってるよ、みんな。これある？僕だって真面目です。本気で先生とお付き合いしたいんです。さっきの話を聞いてほらやっぱ変わってる。チャンスだと思ったんですって言うな。僕でも先生の隣に立てるかもって。なんでそこまで私のことを。だって僕は生徒思いで一生懸命な先生のことが大好きだから。かけるくん、照れてる。おい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 、ついに行ったんちゃうかける。まったく困った教え子ね、犯罪やで。全然捕まるで。うん、先生今手出したら全然捕まるで。後でつまらない女だって気づいても遅いんだからじゃないんよ。めちゃくちゃ女の顔してる先生。そうはなりませんよ。僕は絶対先生を悲しませんなんかしませんから。頼もしいわね。これからよろしく、かけるくん。お前先生失格やな。お前教師失格やな。お、こうして僕は一面取り留めた。動機は不純だったけど僕は今最高に幸せだ。まあなんかね、清楚がいいとか言ってたからね。黒髪で大人っぽくてスタイルもいい先生。生徒と歩むこれからのハッピーライフを考えるだけでワクワクが止まらない。あ、先生とか、先生と歩むこれからのハッピーライフを考えるだけでワクワクが止まらない。生きてるって最高。先生からしたらえぐいよね。あの5年間付き合った元彼と別れた次の日に生徒と付き合ってるからね。えぐいね。N4、 年上系彼女っていいよね。作者の感想めちゃくちゃ同感。うーん、同意見。マイフレンド、この子キーになったりせん？殴り飛ばすことしかできんしな、結局な。適当にあしらってもね、殴るもんね。ギャルどうやって落とすんやろ。
ギャルの落とし方みんな教えて。わかんないんだけど。逆に永遠告白しまくるとか。さっきの逆で。で、女神にも告白します。さあ、今のとこ告白できるやつには全員告白してるけど。あ、まず1個使って。告白。あ、なんか変わってる。調子いいこと言って、本当はやりたいだけでしょ。失礼な。僕がそんな不誠実な男に見えるのか。あなたがさっきそう言ったんだろ。ははかわいそうだし、変えてしてあげなよ、みちろ。なんか変わってるな。は？無理だから。だってそういうことしたことない。やっぱり。これなんかチャラそうに見えてね、意外とちゃんと女の子なんや、これ。ちゃんと女の子なんや、これって言い方あれやけど。命かけてんだ。まあ、本当にそうやからね。うん。僕の彼女になってくれ。情熱的だね。どうすんのさ、みちろ。ち？調子乗んなよ。まあ、ここでは無理だよね。オッケーオッケー。これね、来たわ、みんな。屋上で、屋上行く前に、告白で行けます、これ。だんだん分かってきたぞ。ちょっと待って、馴染みだるいな、普通に。踊りくります。はい。ここで告白したら終わるんよね。事情話します。はい。すいません、先生、行かせていただきます。ここよ。これね、マジで来たと思う。はい。あたり見渡して、ないか。じゃあ、告白します。僕と付き合ってください。な、こいつ、また。もういいから、そういうのに。僕は本気だ。じゃなきゃ3回も告白しないよ。ちゃんと増えてる。絶対に君に見合う男になるから。だから、みちる、僕の彼女になってくれ。来たー。やっぱ予想通り、押せばいけた。ギャルの落とし方教えてって聞いたけど、みんな俺が教えてあげる。押せばいけるで。うん、ギャルっぽい、ギャルっぽい清掃な女の子はいけるから。分かった。え？なんて？うっさいな。分かったって言ったの。そんなまっすぐに気持ちぶつけられたのは初めてだよ。あんたが本気だってことは伝わったから。だから私もその気持ちに応えてあげてもいいかなって。めちゃらーかける。キャラ変わってない。そんなキャラやったっけお前。だーもううっさいってば。心のブレーキ壊れてんのか。おお。たく、浮気とかしたら承知しないかんね。いいやみちる。ねえ、こう見えてめちゃくちゃ嫉妬深かったりするんよな。全然知らんけどギャル。バカそうやな、かける。はい、こうして僕は一円取り留めた。ただのエッチだと思ってたけど、普通にいい子だった。これからはみちると一緒に僕たちのハッピーヒストリーを綴っていこう。生きてるって最高。決め台詞みたいな感じだよね、その生きてるって最高っていうのが。エンド5。ヘイ、純情系ギャル、イチャオマチ、お前最低やな。ってことは、皆さん、残すところ女神だけじゃね。さあ行きますか。あ、そう、命乞いしてないんじゃん俺。あの世界線ポイント貯めて、突き破りまして、さあ2回目の女神、ここで犬になってポイントもらいます。はい、プライドを捨てて女神ポイント。はい、これでどう、もういけんちゃん。他にだってもう女神ポイントないでしょ。さあ戻ってまいりました、屋上。もう何度目やろ、3度目ぐらいかな。さあどう、女神ポイント2ポイントしかないけど、今回こそはいけんじゃないか。いかさせていただきます。むせびなく。その前に一応セーブしとこう。ビエン。おや、死にたくないよ。おお、変わってるね。見苦しいですよ、かける。そのように無様に泣かれてしまっては。おお、そっち系タイプやったか。そっち系タイプやったか、女神。ドキドキしてしまうではないですか、そっち系タイプやったか。え？私ダメなんです。無様に哀れな人間を見ると、つい救いの手を差し伸べなくなってしまうのです。神の発言とは思えない。引いてんな。かける、これからも私を崇拝し、尽くすことを誓いますか？え、いや、それは。そうすれば、命だけは助けてあげますよ。あー、なんか付き合うとかじゃない感じ。
生涯忠誠を誓います。素直やな。それでこそ私のかけるです。えらいえらい。こうして僕は一命取り留めた。元やといえばこいつのせいなのに、なんでこうなってしまったんだ。まあ釈然としないけど、まずは生き延びたことを喜ば。生きてるって最高。やっぱそれ決め台詞なんやな。ちょうど BGM もいいし。エンド6、暇を持て余した神の遊び。これさ、今告白すればいけんじゃね。そういうことだったのですね。え、あなたは彼女が作れなかったのでは。作らなかった、もうこの辺一緒やね。私が美しすぎるから。は、ですがダメですよ、かける女神は無理なんかい。爆殺腐ったれー。